暇だな。なんせな、どっかに死にかけの芋虫いないかな。いたらいじり倒してやんのにな。それか情けない顔したラグナとかいないかな。いたらたがってやんのにな。もうルナったら、なんで芋虫とラグナさんを一緒の枠にするの。さすがに失礼だよ。せめて道端の石ころくらいにしてあげようよ。バーカ、十兵衛様以外のやつは芋虫と同じくらいどうでもいいんだよ。つか石ころも大して変わらないだろ。ちょっとそこのあなた、誰だ。大魔法使いないよ。え、いや、だから誰だ。え、あなた私のこと知らないの。知らねえ、全然知らねえが、なんかムカつく。え、お前おっぱいでかすぎ。え、大きいわ。ドヤ顔じゃないわ。生まれつきこういう顔なのよ。あとこういう胸なの。あら、そういうあなたは随分と控えめな胸ね。見てと。ああ、なんだよセナ。思い出したよルナ。何を。今家具土を騒がせている悪の存在のこと。悪？うん、突如として現れた悪の魔法使い、その名もナイン。彼女は名前はナインなのに母音、つまり巨乳で家具土中の男どもをその巨大な出っ張りで魅了し洗脳、ゆくゆくは世界の滅亡を企んでいるという。なんだよそれ。男ってデカおっぱいなんかで洗脳されんのか。そうよ、しかもあっさりとね。はあ、どうやってだよ。おっぱいでっかいだけだろ。あら、巨乳っていろいろ使えるのよ。いろいろね。嘘だね。これだからお子ちゃまは。じゃあ何に使えるか言ってみろよ。いいの、巨乳の使い道ここで詳しく実践も交えて教えてしまっても本当にいいのかし。なんだ、いきなり地面が爆発したぞ。おしゃべりはそこまでにしなさい。ハレンチ魔法使いナイン。まったく下品極まりないわね、あなた。ノエル・バーミリオンにレイチェル・アルカード、お二人揃って私に何か用。あなたの悪事を止めに来ました。ほんの暇つぶしにね。あら、そう、それは滑稽なことね。何か言ったかしら。無様なツルペタが二人揃ったからって一体何ができるのかしらって言ったのよ。
あなた、どうやらすぐに死にたいようね。心外ね、そう見える？ええ、そして安心なさい。私がその願い、すぐに叶えてあげるわ。ちょっと待った！邪魔をする気？プラチナ・ザ・トリニティ。違う違う！詳しいことはよくわかんないけど、とにかくそこのナインってデカおっぱいをやっつけに来たんだよな、お前ら。うん。そうよ。だったらルナも戦うよ。ルナ、どうしちゃったの？来てる気がするんだ。来てるって、ああ、もしかして無調輪の奇跡？そう、この無調輪が100万回に1回の奇跡の具現化をする気がする。その奇跡の具現化ってちょっと前にもあった気がする。いいんだって、とにかくルナもあのムカつくデカおっぱいをぶっ飛ばす。未だかつてないくらいルナの中で何かが燃えてるんだ。ルナの胸が熱いんだ。これって何だろう、なんて言えばいいんだろう。持たざる者の魂、そしてプライド。そう、そんな感じ。持たざる者、そうね。人は時に己の器以上のものを手に入れようとする。でもそれは破滅へのプレリュート。抱えれば抱えるほど体は重くなり、歩みは苦しくなる。欲望の嵐の向こうに持たざる者だけの楽園は存在するわ。つまり貧乳の意地ってことだね。いくぞ！ねねねねねね！無調輪！この眩しい光は鈴が輝き出した！鳴らして鈴の音リンリンリン。悪い人を丸くしちゃう。魔法少女トリニティグラスフィール、あなたの心をピンポンダッシュ。え、だ、誰？彼女が噂のレイチェルさん、知ってるんですか？ええ、風のように現れ、光のように舞い降り、ささくれだった人々の心を癒すという奇跡の存在。はい、私、無調輪によって具現化した奇跡の魔法少女です。なんだよ、何がおかしい？これが笑わずにいられる？ちょっとそこのトリニティ魔法少女さん。はい。魔法少女って少女？あなた自分のこと何十年前の人間だか分かってる？それでよく少女だなって。それはない。それは言わないお約束というものですよ。
だからってあなた恥ずかしくないの？こんな子供に混ざって魔法少女ごっこなんかして、プラチナ・ザ・トリニティと呼ばれた過去の栄光が泣くわよ。耳が痛い。うるさいな。別にいいだろ。心が少女なら誰だろうと少女なんだ。トリニティもちょっと痛いとこ疲れたくらいでへこたれるな。すみません。でもナインに言われてしまうと返す言葉もありません。だいたい何よ、さっきの工場は悪い人を丸くってやつ。言っておくけど、見た目はともかく歴史に残っている行いなら、あなたの方がよほど悪人なのよ。それは忘れたとは言わせないわよ。そもそもあなたのせいで私は今こんなことになってるんだから。私が教会に落っこちてこんな時代にまで飛ばされた原因が何だったのか、なんだったら事細かに再現してみせましょうか。いやー、本気のトラウマをえぐらないでください。やめろって言ってんだろ。トリニティをいじめるんじゃない。はいはい、じゃあ本気で泣かれる前にやめてあげるけど、代わりに魔法少女のトリニティ、ちょっとその場で軽くジャンプしてみてちょうだい。え？ジャンプですか？ええ、軽くね。ほんの少しだけ上に飛んでみて。はい、せーの。よいしょ、よいしょ。これは。よいしょ。揺れている。そう、揺れているわ。ストップ。ジャンプストップ、トリニティ。はい。もういいんですか？飛ばなくて。あれ？どうなさったんですか？皆さん、青い顔でうつむいて。トリニティさん。はい。大変失礼なお願いなんですが、トリニティさんの3サイズを教えていただいてもいいですか？え？私の？耳打ちで構いませんので。ごにょごにょごにょ。なるほど。ルナ、ノエルさん、レイチェルさん、トリニティさんは、持っているものの方です。そんな。でしょうよ。そうでしょうよ。だって見た目がもうこれよ。当たり前でしょ。少子千万ね。貧乳どもの奇跡が巨乳の魔法使いだなんて。おい、トリニティ、それは本物なのか？え？それ？ルナ知ってるんだぞ。今はいろんな道具が開発されてるからな。見た目はどうにだってできるんだろう。触らせろ！それを触らせろ！え？ああ、それって胸のことですか？いいですよ。はい、どうぞ。行くぞ！何？今の音！猫？猫だね。なんで胸を触ると猫の声が？今のはなんかの間違いだ。もう一回触るぞ。いいな。はーい、どうぞ。
やっぱり猫！しかもなんか癒される。トリニティ、いいえ、魔法少女トリニティ、あなたもしや。え、どうしたんだナイン、急にマジな顔になって。伝説の父ボイスの持ち主だったのね。え、何？父ボイス？一体何を言っているのかしら。そうか、これがあの父ボイス。知ってるのかセナ。うん、この私が知らないことをあなたが知っている？ありえないわ。私はこの世界のすべてを把握して。でもあなたは持たざるものでしょ、レイチェルさん。父ボイスは持っているものの間でだけ息づいている伝説なんです。そんな伝説が存在すると？はい、もともと巨乳とは見た目、食感で人々に癒しと幸せを与えるもの。しかし稀に音の出る巨乳、つまり父ボイスを持ったものが現れるんです。ちょっと待って、ちょっと待って、胸から音が出るの？出るんです。つか、なんでセナはそんなにデカおっぱい世界のこと詳しく知ってんだよ。それは…なんか怪しいな。怪しくなんかないよ、全然怪しくない。あなたは巨乳好きなのよね、セナ。ぎっくー。おい、ほんとかセナ。いや、正直に言え。嘘偽りない言葉で言ったらルナは怒らない。本当？ああ、そうなんだ。実は僕、巨乳がす…トリニティ！はーい、魔法少女トリニティ必殺ピンポンダッシュ。グフー！怒らないって言ったのに。大丈夫？トリニティさん何してるんですか？こんな小さな子供のお腹を思いっきり殴るなんて。え？魔法少女が魔法を使って悪を成敗したのですけれど。そんな風には見えなかったんですけど。というデイです。いいんだ、ノエル。ルナはセナの自分の腐った心を正したかっただけなんだ。ルナと一緒にいるのに、ルナはセナで、セナはルナなのに、デカおっぱいが好きだなんて。泣かないで、ルナちゃん。わかるわ、ルナ。あなたのその痛みは、持たざる者の運命。決して避けることのできない茨の道。けれど、顔を上げなさい。その痛みは、やがてあなたを支える糧となるわ。そして、次なる舞台の幕開けと。つまり、貧乳であることを気にすんなってことですよね。
気にしない、ルナは気にしない、気に、なんかもっと泣いちゃった、ルナさん、ごめんなさい。トリニティ、私ずっと考えていたんです。持っているものが持たざる者のそばにいていいのか、知らず知らずのうちに持たざる者の心を傷つけてしまっていないか、時には晒しを巻いて胸を圧迫し、時には猫背で胸の大きさが目立たないように暮らしてきました。無駄に地味な努力をしていたのね。迷っていたんです。巨乳の私が貧乳のルナさんを守ってもいいのか、でも今わかりました。ルナさんの涙を見て思ったんです。私はルナさんの悲しい顔を見たくない。トリニティ、そして思い出したんです。おっぱい業界に古から伝わる言葉を。おっぱい業界、大は小を兼ねるという言葉を。トリニティ、あなたはふざけているのかしら、それともこれが俗に言う天然というものなの。愛は賞を兼ねる、大きい、なんだか大きなオーラを感じます。トリニティさん、ルナもだ。ありがとう、ルナ、ノエルさん、私、戦います。ダイが賞を兼ねてみせます。奇跡、レイチェルさん、これって奇跡ですよね。持たざる者と持っている者が心をつなぎ手を結ぶ、これって奇跡ですよね。そうね、持っている者の中にも私たちの理解者はいるということかしら。さあ覚悟なさい、悪の巨乳魔法使いナイン。こっちは4人、いや 4.5 人だ。お前一人なんかコテンパンだ。何か勘違いをしているようね。いつ私が一人だと言ったの。あ、まさか仲間が。今頃気づいてももう遅いわ、いでよ。皆さん気をつけてください、すごい父圧を感じます。父圧、およしなさいノエル、もうそっちの業界用語に突っ込むのは。巨乳怪人ライチフェイリン、2つのフォルムがすごく似てる。は？まあそうだな。あのフォルムは単に2つの丸をつなげているだけじゃない、無限大のフォルムとも酷似しているんだ。これ
は手強い。手強い巨乳さんだよ。巨乳怪人、マコトナナヤ。もう一人デカおっぱい来たぞ。今度は南半球とモフモフだね。下へのチラリズム巨乳と上へ視線を集める尻尾、亜人種だけが醸し出せるアンバランスさが魅力だよ。あのさ、セナ。マイナツメ。来たね、清純派巨乳。欲しくて手に入れたんじゃないんだ感をまとったあの二つの山、そしてよりスタイルをよく見せる位置に結ばれたポニーテール、王道、王道の巨乳さんだよ。おい、セナってば。そしてバレット。これは反則、反則だよ。もはや飽和状態の巨乳界に殴り込んできたあのホットパンツ、あれは。トリニティ、魔法少女トリニティ必殺ピンポンダー。止める方法がなかったんだ。あのまま喋らせておいたら、セナがどんどん気持ち悪いやつに。ブザマネ。ナイン、あなたセナに何かしたわね。やっと気づいたの？そうよ。一番最初に会った時にね、少し巨乳魔法をかけさせてもらったの、セナって子に。いつの間に。そのせいでセナがなんか気持ち悪いやつになってたのか。巨乳がうなされているようね。巨乳が2匹。マジでしっかりしろ、セナ！これはカグツチ中の男性と同じ症状。そうなのか？うん。悪の魔法使いナインに手下になった男の人は、みんなこの言葉をつぶやきながら街をさまよってて。怖っ。目的もなく、ただ巨乳を数えながらさまよい続けた人間は、やがて力尽き倒れ、そのまま死を迎えるの。マジで最悪の死に方じゃんか。
悪の大魔法使いナイン、ずっと不思議に思っていたのよ。あなたの目的は一体何？全ての男の消滅よ。え？そして私の家族以外の巨乳の消滅。何それ！？じゃあさっき召喚した巨乳怪人とかはどうすんの？この子たちはあくまであなたたちを倒すための駒。この戦いが終わったら用なしよ。まあその頃にはもう世界中の男どもは手に入らない巨乳を数え死に絶えているはず。そして巨乳は男がいない世界で絶望するの。あ、この父は宝の持ち腐れだとね。なんてえぐい計画。いくらでも罵りなさい。でももう遅いわ。世界は破滅に向かっているのよ。ひどい。トリニティ。ひどすぎます。ナイン。いえ、悪の大魔法使いナイン。私がその計画を阻止します。は、いい度胸ね。やれるもんならやってみなさい。かかれ、巨乳怪人たち！私に任せてください。トリニティ、どうするつもりだ？私の父ボイスを鳴らします。え？巨乳？右からライチが来るわ。えい！え？わざとライチさんに胸を握らせた？ライチ、僕の可愛い人よ。トリニティさんの胸から声が聞こえる。この声は。ライチ。ライ。そんな怖い顔はやめて。おいで。ライ。ライ。こんなところにいたのね。ライ。ライチさんがトリニティさんの胸に抱かれて。ライチさん、もういいんです。もう戦わなくていいんです。ゆっくり休んでください。ロイ、みるみる浄化されていくわ。そんなありがとう。私の父ボイスによりナインに操られていたライツさんの心は浄化され、ついでに巨乳であるがゆえの肩こりも解消しておきました。肩こりも？まだよ。マコト、マイ、バレット、全員でかかりなさい。キョニュ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 。三人同時に胸をつかませた。無理よ。いくら巨乳でも3人同時に掴まれたらもげる。頑張って。私の父ボイス。一体何をしているの？マコト、マイ。え、椿。
トリニティさんの右胸から椿の声が聞こえてきた。まったくあなたたちはちょっと目を離すとすぐに羽を外すんだから。椿。ごめん椿。私でも大丈夫、あとは私が何とかするわ。だって私たち親友ですもの。椿。マコトとマイが光になって消えた。友の父ボイスが彼女たちの心を浄化したのね。はい、ついでに巨乳から来る偏頭痛も治しておきました。偏頭痛も。喜ぶのはまだ早いわ。そうだ、バレットがまだ。バレットさんももう大丈夫です。あ？かわいい。猫。飼いたい。バレット普通に猫好きだったー。が、くっそー。しかし私は猫アレルギー。飼いたくても飼えん体質。くわーなんだ、目がかゆくない。は、鼻水も出ないぞ。やったー、浄化された。猫好きなのに巨乳から来る猫アレルギーだったため、ずっとジレンマに悩まされてきていたようです。でもそれも治しました。すげえ！猫アレルギーって巨乳関係あったんですか？さあ、これであなた一人になってしまいましたよ。大魔導士ナイン。どうです？あなたも私の父ボイスで浄化されてみては？バカトリニティ、ナインがそんな手に乗るわけねえだろ。いいわ。え？あなたの父ボイスと私の巨乳魂、どちらが最強の父か真っ向勝負よ。大丈夫、トリニティ。はい、チャンスは一度。ナインが私の胸を掴んだその時、発動した渾身の父ボイスでナインを癒すことができなければ私の負け。魔力を使い果たした私はナインの計画を止めることはできず、世界中の巨乳好きな男性は死にたい、巨乳の女性は絶望の淵に立たされるでしょう。そうやって聞くと、まあ別にそうなってもいいやって思うな。それ、確かにそうね。けれどその感情は少し置いておきましょう。私必ず勝ちます。掴むわよトリニティ。どんと来てください。ナイン。あなた、七ボイスで十分様の声が出た。こんなことはもうやめるんだ。お前の魔法は人々を苦しめるためにあるんじゃない。ナインが苦しんでいる。頑張ってトリニティさんの父ボイス。ナイン、さあ
行こう。あなた。もう少しでナインが浄化されるわ。ナイン、愛しているよ。結局、ジューベイの声だったら何でもよかったようね。だよな。つうか、猫好き率高かったな、巨乳のやつら。頑張りすぎたみたいです。ほら、使いすぎたせいで胸もしぼんでしまって。しぼんだ？全然ですよ、トリニティさん。それ私たちより全然大きいです。相変わらずのデカおっぱいだ。ムカつくから叩く。いや、これで全部解決ですね。そうかもしれないし、そうでないかもしれない。持たざる者と持っている者の溝は、あなたが考えているよりも深いのよ。そうだとしても、私頑張ります。そうだな、ルナとセナとトリニティと、あと10名様がいれば無敵だ。はい、きっと無敵です。